11月13日日曜日の全国の天気をお伝えします。今日は低気圧や前線の影響で広く雨となりそうです。東北や東日本、近畿なども天気は下り坂で、次第に雨の降り出すところが多くなる見込みです。北海道ですとか日本海側など沿岸部を中心に風が強まり、横殴りの雨となる恐れもあるためご注意ください。また活発な雨雲が通過するタイミングでは雷を伴う恐れもあるため要注意です。そして予想最高気温は東京で22度、大阪が21度、また北日本も仙台20度、札幌16度など雨の割には気温は高め、過ごしやすい体感です。ただ北海道や日本海側の各地、夜は朝よりも冷えそうですので、1日の体感変化にお気をつけください。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからご覧いただけます。